こんにちは、トッコラボへようこそ。今日は簡単にその場でできる、このように手を振ってやるエクササイズを少しやろうと思います。体を温めるためのエクササイズですから、これから代謝を上げたいよという時にぜひやってみてください。少し下がります。見えてますでしょうか？マットの上に私今乗っかってると思います。で、自分の体の幅ぐらいに足を揃えたら、一歩足を前に出すようにします。ここから少し肘を振っていきますよ。そこから次に両手をゆっくり伸ばし、姿勢を良くしたら反対も足を振っていきます。これをちょっと繰り返していきましょう。それでは両手をゆっくり伸ばし、トーンと置いて肩前から 1,2,3、 この良い姿勢でこちら側向いてください。そこから肘を軽く曲げてきて、お膝軽く緩みがあるような状態にして、バウンスしながら 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,5。 コツとしてはね、肘は後ろ壁にタッチ、後ろ壁にタッチ、4,3,2,1。 ゆっくり両手を伸ばして背伸び、ポンと下ろして反対、軽くお膝揺らして、後ろ壁にタッチ、後ろ壁にタッチ、8,7,6,5、4,3,2,1。腰に手を当てて少しお膝の屈伸運動、1,2。お腹を感じて5,6,7,8,9,10。もう一度センター戻って伸び、ポンと抜いてシュッ、反対向いて、もう一度手を腰、少し屈伸運動です。お腹を感じて4,3,2,1。もう一度両手を、両肘をウエストに、しっかり肘で後ろ壁にタッチ、後ろ壁にタッチ、8,7,6,5,4,3,2,1。手を腰に当てて屈伸運動、1,2,3,4。お腹を感じて、3,2,1。一度伸びて、ポンと抜いたら反対、肘を後ろに、後ろ壁タッチ、後ろ壁タッチ、8,7,6,5,4,3,2,1。手を腰に屈伸運動、1,2,3,4。お腹を感じて4,3,2,1。センター戻ったらもう一度大きく伸び、ポンと抜いたらそのままで1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。もうちょっといける人もジャンプ。 OK、 しっかりと代謝が上がりました。これから活動的に過ごしてください。それではまた。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。